はい、まあ、今日ですね、あのタレンチがラジオやったということで、はい、各週で、まあね、第1回やって、はい、俺聞いたんですよね、30分で。まずお前どうやった、ほんまに。コバッターはちょっとやり方これ変えた方がいいなって言ってたんですけど、うん、僕の中ではその何ですかね、あれをしたかったんですよ。ほんまに何もない、もう2人から生まれる何かを探したかったっていうのがあって、うん、そのま、でも小畑はちょっとこれこの芸人男塾のラジオでするんなら、まあなんかいるなっていうのを言ってて、うん、まあ確かにそれはそうやなっていう僕は感じでしたかね。だからあえて手ぶらで行ってっていう。そうです、だからそれを小畑が言うには、それをやるには別に芸人男塾のラジオ、あのこのチャンネルじゃなくてなんか違うアプリでやるとか、僕らの YouTube チャンネル立ち上げてそれでやるとか、うん、でもよかったんちゃうかっていう話をしてたんですけど、まあだから、ね、ラジオとしてはやっぱ厳しいね、うん、やっぱちょっとぶっちゃけ、まあ俺だからそのタレンチに対しても、いやそれは最近コントとかさ、お前らおもろいと腕上がってるし、もう全然最初から仕上がってると。ロケに対してもやっぱりあの最初は結構お前こっち合うでとか結構厳しく言ってたんやから、でもできるようになったらお前すごいっていう、ちゃんと俺結構その等身大で言うようにしてんのよ、あくまで塾は塾で、はい、だからラジオはマジであかんねん、ほんま話。うーん、というかやっぱりあれ見てたらやっぱりな、トークできへんと思われるよ、ほんま。うん、だやっぱり前見たけどフラットやけど、それはもう見てられへんわ、ぶっちゃけ。うん、だからこうもう感じで言うと何も起きてないっていうか、何も起きてないっていう。いや当然エピソードトーク、まあ、言うて広げてエピソードトークっていうのが一番いいとは思うんだけど、まあ、そうじゃなくて、じゃあフラットでやりますかってなった時に手ぶらで来て、じゃあ手ぶらで何か持っていく、2人の生まれるノリやけど、ノリも生まれてないってことだから、結局ノリを生もうとしてけど生まれてない、ただただの時間が過ぎていく。で俺はやってほしくなかったのは、まず始まってすぐにもうメールを探し出したやろ、あれやんやったらもうエピソードトークしても一緒やと思う、もう頼ってるやんか、言うたら一つのきっかけをもう引っ張ろうとしてる。だからただ俺も今ラジオね3時間静岡の方でやらせてもらってますけど、やっぱりオープニングトーク10分15分あの喋らなあかんのね、それはラジオやから、アナウンサーとかおられるけど、やっぱり呼ばれて行ってから10分サイズ15分サイズのネタを喋らなあかん。だから喋る時にやっぱり俺前日からやっぱり何喋ろう、これ持ってこう、この展開ってやっぱりずっと半日ぐらい考えるもん、今週あったこととか、まあないにしても広げるにしても重めのテーマとか、今週だったら何かなみたいな、こうテーマは探すわけやんか。だあの手ぶらは何のノリ もないというか、そのそらな難しいと思うで、あれは。そうか、もしくはやで、もしくは振りだけとかノリだけでも決めていった方がよかったと思う。あのやるようなノリだけでも、展開だけでも2人で決めとくとか、何もなさすぎるからというのが俺もぶっちゃけ意見やってね、聞いてて一視聴者としてこれ何やねんって。でだからすぐにそれでやんやったらいいけど、すぐにメール行ったやんか、だからすぐにこう反応見に行って、普通に考えたら詰まったし見る、うん、どこにも行かへんって感じのラジオに聞こえたけどね、俺は。そのいやだからまあそうですね、だからラジオをほんまのラジオで考えるなら全然何にも達してないラジオやとは僕も思いましたね。その多分八木さんが普段やられてるラジオの番組を基準に考えるなら、うん、もう何も達してないラジオやと思うんです、僕も今のやってることって、うん、でだから柴田がなんかそのやりたいそのフリーでなんですかね、そのだからただただ俺たちが喋りたい場やったらもう別のとこでやった方がいいっていうか、でここでやらんでいいかなっていうのがまあ僕の感想ですね。だからやっぱり聞く人あってのラジオであり YouTube やったものは最低限ね、はい、最低限こう聞く人をなんていうかこう、うん、そこに達してないって感じしたね。だからただただ俺たちのことがもともと好きで2人タレントのことが好きな人やったら聞いてれるけど、初見の人やったら全く聞いてれない話やと思うんですよ、うん、僕がこの間してたのって、うんうんうん、だからその別に俺たちだけでやるのであれば別にあれでもいいと思うんですけど、うん、
八木さんもおるような媒体でやるんであるんやったらもっと仕上げてやらないといけないなっていう感じしました。うんうんうん、そうやね。だから、はい、やっぱそのだから俺さっきも言ったように確かに見てる人も少ないで、少ない、まあ5000人ぐらいだけど、見てる、あくまでもその放送禁止はダメ、YouTube でもそのいわゆる地上波に通用するようなっていう意味でやってるから、そこは俺意識した方がいいと思うねんか。あのラジオも、だから基準は例えば、まあ、OBC とか MBS の深夜のラジオっていうぐらいの設定にはしてた方がいいと思うんだけど、タレンチがじゃあラジオ持ったらっていうとこは最低限を持っとかな。楽屋で喋ってるわけじゃないやん、前から。そうですね。だから、その時に、いや、俺は思ったのは、アコで俺、だそう分からない、ネタに関しては分からないけど、どうやって生まれるか分からないけど、それとラジオは切った方がいいと思うけどね、特に。それやったら、エピソードトークとか、いわゆる普通のラジオを目指してやった方が力になると思うんだけど。そうですね。まあ、その僕は前やって、小畑の意見も聞いて、八木さんの意見も聞いて、うん、この男塾でやるなら、そのほんまに番組として新しい人も見れるような形にして、うん、やる方がいいなと思いました。うんうんうん、だからやっぱりテンポ感はいるよ絶対。そうですね。ただ僕はそのそれとは別に、うん、なんですかね、漫才も作りたいんで、漫才の、うん、ヒントをどっかなんかないかなって僕は探してるんで、うんうん、それを作れるようなものをなんかしたいなと思ってて、うんうん、そうですね、ラジオ番組っていう、まあのでやるとちょっと僕は僕の中で生まれにくいんで、うん、っていう、うん、どうしようかなっていうのを考えてる。まあでもそれはほんまに別にもうぶっちゃけ誰も聞いてへんくてもいいから、別にラジオアプリでも何でもいいから保存用ぐらいの感じでずっと、うん、まあ、2人でやっててアーカイブでやってたらいいじゃん。それはそうですね。なんかそれもちょっと探してみます、うん、それはそれでっていう、普通に1時間2時間普通の会話をずっとただ流ししてて、まあ別にそれは公開しといてもいいし見せるよっていうよりかは特に、まあ、自分らの、ね、ネタのこう材料っていう感じで、もう究極の話だからもう一人見せるようじゃないっていうのが大前提で、ネタ作りっていうのがもうタイトルにしといたらさ、ほんな急に迷ってさ5分間黙ってもいいっていうぐらいのハードにしてたらいいと思うよ。だってネタ作るときって5分間黙るやん、誰でも。だからそれと、あの このラジオはやあの切った方がいいやん。で、あのラジオはとりあえず、せっかく立ち上げとか やるにあたって、まあ、一回、じゃあ、ネタ作りっていうのを一回置いといて、ラジオを一回やってみたら、普通に。で、見せた方がいい、それを。そうじゃないと、あれを初見で見たときに、タレンチどんなトークすんねっていう。見るわけやから、業界の人は少なくとも誰か見てる人もいるから、喋れることをあの見せた方がいい。あれはちょっと怖なるね。なんかこうちょっとそのまあなんすかね、組み立てとかちょっと考えて、2人で考えてちょっとやってみます。だからやっぱまあもう2週間になったら2週間あること喋ったらいいと思う、まずは。そうですね。うん、だから栗話っていうか、まあ、ほんまにそうやん、バイト先のことでもいいし、まあ、そのアップトゥーの話でもいいし、なんかこう、食ってきて、ガチガチの、ガチガチのオチまでいらんと思うんで、でも、なんか1個ぐらいのこの執着を持っていて、喋って、みたいな。で、そこから広がる分は広げていってっていう感じで、やった方がいいかな。うん。あと、その、もう、LINE でも、すぐあれ、なグループ LINE で入れたけど、あと、ラジオやから、こう、見えてない、言葉で伝えるようにはした方がいいと思う、ある程度。うん、はいはいはい。そこはなんか一応練習として、多分今後ラジオやっていくから、俺はね、その、でもこれ、視聴者の方が、じゃあタレンチのあのパイナップルラジオ、まあ、見た人がいて、え、なんであんな感じなんのって言うんだけど、俺めちゃくちゃわかんねえよ、それは。今から27年前の話なんですけど、俺はデビューしてすぐにラジオ決まったんですよ。すぐにラジオ決まって、ABC のサバンナのペケペケアルゾーンっていう深夜番組持たせていただいたんですよ、ほんまに。すぐに。で、相方がトークライブ行って、お前はとりあえず話の広げ方を覚えてくれと。俺喋るから、話の広げ方って言うたけど、俺ほんまにお笑い何も分からなかったから、広げ方っていうのが分からなかった。うん。相方が言う広げ方っていうのは今は分かんないんで、こう、トーク行ってこう広げていくとか、ここは引っ張れんなっていうとこ広げていくってのはできるんだけど、その当時の27年前の自分は何も、広げ方っていうことも分からなかった。トークライブ行ってどういう、
風に広げていいのか分からへんかったんで、まあ、ペケペケアルゾーン始まりました。で、俺はもう何回か怒られてん、それで。で、相方が喋んねんけど、俺はやっぱ聞く腕がないと。で、やっぱ聞けてないと。で、じゃあ喋ることって俺ノート取り出して、今度ノート取って、ここにこうエピソードをこう書いて、見ながらやるみたいな。ラジオやし、バレへん。ほんだら、相方がそれはあかんって。見ながらなんかやったらあかんって言われて、ほんならもう、そのノートもできないみたいになって、俺もすっごい悩んで、ほんで、ゲスト来られた時も、ゲスト来た時に、なんかこう、ゲストに喋らせたいんだけど、俺が人の話を食ってまうのよね。この前、何々されてましたよね、まで言うてまうから、お前それ言うたらゲスト喋ることないやんとか、むちゃくちゃ相方に怒られ続けるんですよ、そっから。で、もう、しかも相方が休みの時に僕一人でやらなあかんとか、もう地獄絵図みたいなのが、もう、今だって聞いた恥ずかしいことばっかりあったから、俺むっちゃくちゃわかんねん。はいはいはい。むっちゃくちゃわかんねん、そのラジオの難しさって。難しいですよね。はい。難しい。わかるよ、難しいのって。はい、わかります。ラジオを、その、やるにおいて、まあ、ちょっとこう、参考してほしいのは、これは、まあ、あくまでも俺も、全然ほんまに、じゃあ俺が喋ったことおもろいかって言うと面白くはないんだけど、ちょっとそうやって何もできへんかったけど、研究して28年間自分の中でこう人に教えるときに俺ができへんかったから、教えるポイントはズームアップしてズームアウトするっていうことなんですよ。あれどういうことですか？これだから例えば何かというと、結局、まあ、例えばそのトークが学校っていう話とするやんか。はい。学校っていう話で、いや、こう、あれはおったな、みたいなで、行ったときに、要は学校で、まあ、昼休みドッジボールしたって言って、で、ドッジボールしてるわな。そのドッジボールをしてるっていうのが話の軸なんやけど、ドッジボールしてるボールが、鉄棒の方に行ったと。だ鉄棒の方に振らなあかんね、まず。話をぐっと振る。はいはいはい。で、この鉄棒でまた持ってくんよね、こう。いや鉄棒でって、あの逆上がりってあれお前いつできるようになったとか、うんうんうん、あれってでもほんま大体中学1、いや小学校でできるようになったとか言って、いやあれどうやっててんやろなみたいな話いきますと。で鉄棒で落ちた時至らないって言って、そうやなって言って、今度下にグッとこう鉄棒の下の砂のとこにフューチャーする、うん、で今度あれ犬、学校に犬来たらこう、うんちしたりとかしたら、なんか砂場でもたまに猫のうんちなかったみたいな感じで、ぐっと、まあ、行くと。ほんで、もっぺん今度また引いて戻して、いや、学校でさ、あれ、昼休みなんや、あれ、流れてた音楽、あれ、クラシック流れてるけど、誰が聴くみたいな話になって、うん、いやって、ね、あれ、音楽室のさ、なんかこう、張ってるベートーベンとかバッハとかさ、壊ないあれ、あと音楽室の匂いとか言って、こう、振ったっていうのを、広げるってことなんやね、要は。そこは別にボケはないけども、延々会話は流れてるやんか。はい。そこにボケが放り込んでいくっていう感じがいいと思うね。で、それを、その絶えず、この会話の、今みたいにこう、いろんな話題を、振りを、まず大喜利の振りやわな。こう今やったら大喜利の振りで、鉄棒あるあるを振ってるわ、まずはね。大喜利で考えたら。鉄棒あるある、砂場あるある、グラウンドあるある、昼休みあるある、音楽室あるあるまでこう今振ってたわけやん、会話でっていうことなんだから、これが広げるっていうことなんやけど、わ、はい、かる？なんとなく分かります。はい。だからそれは多分ね、今回で言うと俺は小畑がそっちもやった方がいいかもしれない。広げる技術で言ったらそれぐらい会話流し続けるっていう か薄くてもベースの会話がこういう風に、ね、ずっと言ってて、そこに柴田がバンバンバンって入る方がいいんかなとも思ったりとか、まあ、それコンビの形なんやけど、まあ、わかるかな、この感じ。はい、言ってることわかります。はい、言ってることわかる。これが多分会話 の前とベースとなる部分なんやと思うのが、だからそれがおもろいかおもんないか、そこのもうエッセンスなんやけど、はい。だからこういろんなところにこう振っていって、この話題やかなと思ったらもうそう違うところにバンと持っていってとか、はい。だから前のラジオのところで言うと、タイトルのところがやっぱね、あこがね、居座りすぎやね。うん、パイナップルラジオの名前がのとこに居座りすぎてるね。アコ自体があんまりなんかこう、まあいわゆる要芸人やったらそこに石油ないでっていう言い方すんねんけど、そこ掘っても石油出えへんでっていう例えて聞かへん、あんまり。初めて聞きました。初めて聞いたその話だから、要は、はい、そのなんかやってるとこにこうずっとこう擦ってるけど、お前そこに石油出えへんでっていう、要は、はい、そこに何もないとこにどれだけ掘んねんっていう
感じやねんか。だからあれを見た時に、はい、名前のとこはもうそこは面白い展開が先にないのが見えんのよ。見えるけどずっと掘ってるから、もう早いけ早いけって俺は思ってたもんね。なんでそこにしがみつくんやと思って、もっと早くちゃう話題持っていけと思ったもん。だからこうそこは小畑の嗅覚でもあんねや。もうこれあかんと思ったら、名前のとこから、いやパイナップルラジオからタッキーさんが作ってて、ね、こういやいろいろあったけどってなっていうとこから、例えばいや今回いや家で会議室取ろうと思ってんねんみたいな話になったんか。だからあこら辺のとこから、はい、まあ、例えば小畑が誰々さんとこ借りひんっていうのを一つのキーワードで入れるとかね。例えばでうちあるある持っていくみたいな、はい、じゃあ誰々さんのうちって広いからとか言って、アップトゥーのメンバーのなんだあいつとこのあの家のは、まあ、少なくとも行ったとこの家は全部喋れるわけやんか、はい、どこでやるんとか言って、なんかそこら辺をベース作って、お前ちょっと言うてみろやとか言って、いや、まあ、柴田お前何あのももさんとか可愛がってもうてんやろとか言って、胸安さんの家でちょっとやろうって言うてみろやとか言って、胸安の話したりとか、なんかこう小畑がなんか結構ね美味しいと思う、なんかこう話が広がりそうなところに誘導していった方がいいなと思ったね。なんか停滞してたボールが、なんかわかる、俺が言わんとしてることわかる、その話の。いや、わかりますわかります、はい、言ってることは。それめちゃくちゃ難しいねんけど、嗅覚として一回ちょっとやってみていい、柴田と俺で。はいはい。